八鉄。皆さんこんにちは、八鉄鉄道チャンネルを運営しています、作者の八鉄でございます。今日はですね、皆様にご報告がございます。当チャンネルのチャンネル登録者数が、ついに100名を迎えました。まあ、一つの節目を迎えることができたこと、私としても非常に、嬉しく思います。ありがとうございます。当チャンネルですけれども、開設日がですね、2019年の9月10日です。まあ、きっかけというのは特になかったんですけれども、YouTube チャンネルをですね、よく見ていて、非常に面白いなと、私もやってみようかなと思ったことで、その YouTube をですね、始めたことがきっかけです。その、開設から3日後ですけれども、1対作目をですね、投稿いたしました。まあ、題材としてはですね、私の自宅近くを走る、名鉄線のですね、琵琶島分岐点という、非常に多数の列車が走る場所でよく知られるところなんですけれども、こちらのですね、動画を初めて投稿いたしました。まあ、反応としてはですね、初回にしては、そこそこの反応をいただけたということですね。私としても非常に、励みになったかなと思っております。そしてですね、登録者数100名を迎えるにあたって、このきっかけになったものですね。きっかけになった動画が、この、6日前ですね、に投稿しました、新潟県のですね、その東三条、信越本線の東三条駅というのがあるんですけれども、こちらと弥彦神社というところがある、弥彦を結んでいる弥彦線の動画を投稿いたしました。こちらのですね、動画を投稿したところ、非常に多くの反響をいただくことができまして、登録者数がですね、なんと一気に30名増やすことができたというですね、他の、諸先輩については諸先輩にから比べると、そんな大したものじゃないかもしれませんけれども、私としてはですね、非常に大きな快挙であったかなと思います。これもですね、動画の共感をいただきまして、期待を持ってですね、登録していただいたということで、私としてもですね、ちゃんとした動画を投稿していく責任はあるんですけれども、皆様にですね、期待をしていただいたということで、これは非常に嬉しく思うところであります。今後の動きについてなんですけれども、私がですね、愛知県の在住ですので、東海地方でよく呼ばれるですね、東海3県、愛知、岐阜、三重のですね、3県の、どこかで撮影することが多いかと思うんですけれども、たまにですね、その県外に出て撮影したりとか、そういうことも、やっていきたいとは思います。あとですね、私の実家が大阪にありますので、大阪に帰った時のですね、動画も、たまにですね、投稿していくのではないかなと思います。いろいろとですね、計画しているところはあります。またですね、今後のですね、作品に、期待をしていただければ非常に嬉しく思います。私のですね、チャンネルのコンセプトとしてですけれども、動画を見てですね、乗ってみたい、行ってみたいと思われる。で、ゆくゆくは、何でしょうか、何でもなかったところがですね、そこが人気のスポットになればですね、私としては非常に嬉しいかなと思います。それではですね、今後ともですね、私のチャンネルをどうぞお聞きいただければ嬉しく思います。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。